皆さんこんにちは。大相撲の元横綱である白鵬の宮城野親方が率いる宮城野部屋が春場所の後に閉鎖される可能性が濃厚だということが分かりました。この情報は8日複数の関係者への取材で明らかになりました。同親方はかつて幕内で活躍した北青鵬の暴力問題による監督責任を問われ師匠から外され、現在は玉垣親方が代行していますが、4月以降は伊勢ヶ濱一門が部屋の処遇を決定する予定でした。しかし部屋の存続は避けられない状況にあります。現在のところ具体的な決定はありませんが、複数の関係者によると部屋の閉鎖が前提となった協議が行われており、力士や宮城の親方、部屋付きの間垣親方が別々の部屋に所属する案が検討されています。春場所直前に激震が走りました。宮城の親方は日本相撲協会から後輩力士への日常的な暴力行為が判明した北青鵬に対する監督責任を問われ、委員から親方衆の序列で最下位の年寄りへの2階級降格などの処分を受けました。師匠としての素養、自覚が大きく欠如しているなど厳しい指摘を受け、師匠の地位を外されました。今場所は先生の愛称で親しまれた元友の花の玉垣親方が師匠代行を務めています。北青鵬の暴力行為が明るみに出ると相撲協会のトップを含む多くの人々から厳しい処罰を求める声が高まりました。北青鵬は歴史上最も多くの勝利を挙げた力士の一人でありながら、現役時代には肘打ちや張り手などの反則行為を繰り返し、土俵上での振る舞いも問題視され何度も処分されました。引退後親方となる際には異例の誓約書に署名し、相撲界の伝統やマナーを守ることを誓ったものの、その後の事情聴取でも反省の態度が見られなかったため、相撲協会は厳罰の流れを加速させました。4月以降は伊勢ヶ濱一門が宮城野部屋の処遇などを決定するとされていますが、このような日本相撲協会の方針がある以上、一門としても厳格な態度を貫かざるを得ないでしょう。この日の大阪市内で行われた年寄り総会では、玉垣親方とともに宮城野親方が登場し、大変ご迷惑をおかけしましたと謝罪しました。師匠代行の玉垣親方は春場所限りでの代行退任を明言。会合では他の部屋付き親方が師匠になって部屋を存続させる案も出たが見送られ、力士らの移籍を受け入れる部屋も現時点で不透明だと言われています。今後も相撲協会と一門で検討を重ね、春場所後の理事会で処遇が決まる見込みです。東京日本橋には新しい部屋の建設計画も進行中ですが、大横綱が部屋消滅の窮地に追い込まれています。力士による暴力問題の余波は大きな影響を及ぼしているようですね。宮城の親方が後輩力士への日常的な暴力行為を放置し、その結果重い処分を受けたことは相撲界に大きな衝撃を与えました。日本相撲協会のコンプライアンス委員会による協議で、弟子の幕内北青鵬が暴行を働いていたことが確認され、その行為に宮城の親方が知りながら報告を怠ったことから、2階級降格と報酬減額の処分を受けることとなりました。この処分により宮城の親方の今後のキャリアが不透明な状況に置かれています。宮城の親方の師匠としての素養や自覚の欠如が理事会で指摘されたことは、宮城の親方の復帰が難しいことを示唆しています。今後彼が再び相撲界で活躍するためには大きな自己反省と改善が求められます。宮城の親方の処分は相撲協会の中でも重いものであり、その結果宮城の親方は最下位の年寄りに転落することになりました。部屋の管理は伊勢ヶ濱一門が引き継ぎ、3月場所では玉垣親方が指揮を取ることになりました。玉垣親方は元小結友の花として知られ、元教師という異例の経歴を持ち、人望も厚いとされています。宮城の親方の教育係として適任とみなされており、今後部屋の指導に期待されています。宮城の親方が横綱であったのに対し、玉垣親方の最高位は小結であったという背景を考えると、宮城の親方が玉垣親方の指導に対して素直に従うことはないと考えられます。現役時代白鵬は何度も問題を起こし協会から注意を受けてきましたが、その際には常に自身の行動を顧みることなく、ただ注意を受けるだけでした。自分が何を誤ったのか、そして次回以降どのようにすべきかを自ら考えることはありませんでした。白鵬が現役時代に適切な教育を受けておらず、自己精察や能動的な謝罪の態度が欠けている可能性があります。今回の件でも宮城の親方は北青鵬に対して部屋の前で軽々しい釈明を行いましたが、これでは責任の取り方が不十分ですし、
同じ問題が再発する可能性があります。しかし疑問点は宮城の親方が北青鵬を諌めたり指導したりできなかった理由です。宮城の親方が同じ出身地であり尊敬される大横綱であるため北青鵬が宮城の親方の指導を受け入れないとは考えにくいですが、それでもなぜ介入しなかったのかという点です。宮城の親方はかつて現役時代に自己の欲望に任せた振る舞いを繰り返していました。その結果師匠からの指導や道徳的な教えを受けた経験が全くなかったのです。このような経験のない自分が親方として相撲の技術だけでなく人としての生き方を弟子に教えることができるのかという疑問が宮城の親方に生まれていたのでしょう。宮城の親方が親方になった後弟子を集めることに非常に熱心であり自身のイベントや講演でも大いに活動していたことが明らかです。自分の存在感を高め評価を上げることに夢中になっており多忙な日々を送っていたようです。しかしその一方で弟子の指導がおろそかになっていた可能性があります。自身の活動に夢中になりすぎて弟子たちへの指導が後回しになっていたということです。宮城の親方の処分が厳しかった理由の一つは北青鵬の暴力行為を認識したにもかかわらずそれを協会に報告しなかったことが挙げられます。宮城の親方は年寄り感覚襲名の際協会が用意した相撲道から逸脱した言動をしないなどとする誓約書に署名を求められました。つまり今度問題を起こしたら後がないぞという圧力がかかっていました。そのためこの問題を隠すしかなかったのでしょう。結局のところ宮城の親方自身がこれまで言ってきた行動が北青鵬にもかぶさってしまったということだと思います。宮城の親方の将来について現役時代から協会トップに立つことを目指していたという事実が明らかになりました。その意思がある限り宮城の親方は協会にとどまるでしょう。ただし現在の幹部の影響力が強いため宮城の親方の野心は抑え込まれている状態です。しかし10年後には現在のトップが引退する可能性があります。その時には宮城の親方が力を発揮する機会がやってくるかもしれません。宮城の親方はかつて絶対的な横綱でありその経験は宮城の親方にとって自信となっているようです。しかしトップに立つには他の強力な相撲関係者たちとの競争もあるでしょう。浅香山親方や二所ノ関親方など宮城の親方と対抗する人々もいます。その存在が宮城の親方がトップに立つかどうかに影響を与えるかもしれません。さて今後の宮城の親方はどういった仕事をしていくのでしょうか。宮城の親方は平戸氏よりとして理事長直轄の社会貢献部での勤務が考えられます。社会貢献を目的とした部署であり両国国技館や最寄り駅周辺のゴミ拾いや清掃災害支援の募金活動などが行われます。また場所中には会場警備を行い売店で物品販売をすることもあります。売店での売り上げは小学校にランドセルを送るために使われることもあります。大横綱として番付のトップに君臨してきた宮城の親方にとってこれは慣れない仕事であるでしょう。一部の人々は貴乃花のように白鵬が相撲協会を退職する可能性も憶測していますが実際には宮城の親方の未来は驚くほど明るいという見方もあります。北青鵬の暴行事件の背景には宮城の親方が部屋を間借りしていたことが挙げられます。スペースの不足により家族と一緒に住むことができず師匠としての役割において細部まで目が届かなかった可能性が考えられます。相撲協会は宮城の親方の再起に向けてまず物件を購入し部屋の基盤を固めることを条件として考えているようです。過去にも同様の不祥事を起こした親方が再起する例があることから宮城の親方が真摯に反省し平戸氏よりとしての責務を果たすことができれば再び師匠として部屋を持つことができる可能性もあります。宮城の親方の将来は彼自身の心構えと日々の姿勢によって左右されるでしょう。過去には宮城の親方のように不祥事を起こしその結果部屋が一門の預かりとなった例があります。例えば2010年5月には反社会的人物にチケットを渡していたことが発覚した木瀬親方が挙げられます。木瀬部屋は所属する出羽の海一門の預かりとなりましたが2年後の2012年4月に再開し木瀬親方も師匠として復帰しました。宮城の親方も真摯に反省し平戸氏よりとして真面目に仕事をしていれば再び師匠として部屋を持つことができるでしょう。決して悲観する必要はありません。トラブルや重い処分にとらわれず地道に平戸氏よりとしての役割を果たすことができるかどうかは
宮城の親方の将来において自身の心構えと日々の姿勢にかかっているようです。3月場所以降も宮城の親方の動向から目が離せません。いかがだったでしょうか。今回は宮城の親方について深掘りしてきました。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。